リスナーの皆様こんにちは。 DJ 鈴木のドッグランへようこそ。この時間は、様々なことについてですね、お話ししていきたいと思います。今日のタイトルはみかんについて、ということなんですけれども、みかん、小さい頃はね、よく、食べておりましたけれども、実家でね段ボールで買ってなんて、大好きでね、食べておりましたけれども、お酒飲むようになってっていうのかな、大人になってあんまりこうみかんを買って食べるっていう習慣がなかったんでね、なんかみかん味の、アイスキャンディー買って食べたりは、時々してますけれども、実際のね果物のみかん、あれをこう皮を剥いて、食べるっていうのがね、全然、もうここ何年もなかったなと思って、それでねこの前久々にみかんを食べて感動したわけですよ。もうこんな美味しい食べ物というかもう調理をしていない、要はそのなんていうの、なったままというかそのまま食べられる、これが本来の、木の実であったりね、その、お野菜とか、フルーツとかそういうもんなんだろうけれども、そうかこうやって、食べるのかっていうのでね、すごい、感動した、わけですよ。みかんがすごい美味しいなと思って、今まで一番好きな食べ物、ブドウ、一番好きな食べ物っていうか果物ね、果物がブドウだと思ってたんですけれども、いつも、お世話になってるですね、エンジニアさんがいるんですけれども、そのエンジニアさんがなんかたくさんみかんを、送ってもらったみたいで、それで、分け与えていただいてですね、この前レコーディングの仕事の時に、あ、みかんかと思ってしばらく食べてないな。あんまりこう、桃とかリンゴとかがちょっとアレルギーなのもあって、あんまりフルーツを食べる習慣が、ないので、みかんとかブドウは大丈夫なんですけれども、みかん久々に、食べてみようと思ってこう手に取ってですね、皮を剥き、一粒なのか二粒っていうのかな、あれをこう口にパクッと、入れたら、おーすごいなと、これなんて画期的って言ったら、本末転倒というか逆になっちゃうんですけれども、すごいなって、こう、みかんって木になるんでしょ、木になって、そのまま取って要は食べる、当然出荷したり販売したりっていうね、工程はあるんですけれども、そうかと、こう調理というものをせずにそのまま食べてこんなに美味しいって、いやすごいことだなと。でとっても、もちろんそのエンジニアさんが送ってもらったっていうぐらいだから多分特別美味しいみかんではあったと思うんですけれども、にしてもみかんってすごいなと思って、すごいこう最近ね、みかんに感動するという出来事が、あったわけでございます。これを聞いてる皆さん、私よりは多分ね普段みかん食べてるんじゃないかなと、思いますけれども、これを機にですね、これから、しっかりですね、みかんが美味しいということをですね、人々に伝えていきたいなと思っております。今日はみかんについてのお話でございました。最後に1曲、この番組のテーマ曲お聴きください。
ドッグラン。またお会いしましょう。お話のテーマなど募集しております。バイバイ。